どうもこんにちは、タムゾウと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。こんにちは、タムゾウの新役の畑です。役かーい。ということでね、本日なんですけれども、MGC ファイナルにやってきてるということで、まあ、ちょっと前の動画でね、僕のレース、多分載せてあると思うんですけど、結果楽しみだな、これ。俺も楽しみ。楽しみ。まだ分かんないからね、はい、載せたと思うんですけど、タケもね、出場するということで。そうなんですよ。タケ何出るんですか？うちのね、イルミネーションマイルってやつ出るんですよね。出ましたね、僕も何回か走ったことあるんですけど、1600走るうちに、ね、4周あるから、その中で一番後ろだった人が抜けていかないといけないっていうね、そうやつがありまして、タケも出るということで。そうなんですよ。いけるんですか？まあいけますね。ライバルに伊藤健太さんとか、チームニトロの上村さんとかね、コラボしたもんね。山下くんとかいるんですけど、作戦があって。おー、作戦？勝ちます、全員に。作戦名なんだよ、それ。それなんなんだよ。言ったらダメじゃん、意気込み。言っちゃったらダメじゃん。ああ、いやいや、これもう終わってるから動画別に。今聞いてるわけじゃないでしょ。でもね、僕ね、実力的にはね、単勝700倍あるんですよ。うまか。競馬のやつだね、それ。僕らメンバーの中単勝700倍あるんで、自分にかけてもらったらお金めっちゃ返ってきます。めっちゃ期待されてないやつなんですよね。勝ったら奇跡みたいな。単勝700倍の馬にかけた方が楽しいでしょ、見ててね。まあね。そうだ、皆さん自分にかけてください、ダメージも大きいかもしれないけど。それが自信あると。そうそうそう、自信ありますよ。ということで、いや、ちょっとタケもマジでこういうでかい舞台初めてだと思うから。そうですね。ちょっと盛り上げていってくださいよ。はい、今日は僕が撮影するんで、はいはい、大いに盛り上げてください。マジでしょ。しゃあ。ちょっと何言ってるか分かんないけど、やっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。タムジョー YouTube、 皆さんよろしくお願いします。チームニトロ頑張れー。リバティー。次タケか。さあ、千葉立教。タケ行け。タケ来ました。さあ、入場が分からない。もうちょっと後ろ、もうちょっと。もうちょい後ろ。タケ、もうちょい後ろ。さあ、初めてで入場が分かりません、タケ。さあ、まもなくイルミネーションマイルスタートします。イルミネーションマイルの説明なんですけど、僕も何回か走ったことあって、1周ごとに一番ビリの方が、脱落していくというね、競技でございます。イルミネーションマイルは4周あるので、3人がね、脱落して最後、3人での対決になるかと思います。さあ、タケ一番内側のレーンですね。さあ、イルミネーションマイルどうなるか。さあ、始まります。さあ、始まりました。最初はですね、結構ゆっくりのスタートとなります。残り 200m で、一気にスピードが上がって削り合いの戦いとなります。さあ、タケなんと先頭に行きましたね。さあ、2番手につけてるのは、優勝候補伊藤選手。先ほどのルールはどうなるか。4周で残り200で一気にスパートがかかりますが、さあ、始まります。さあ、タケ先頭です。さあ、始まるぞ。始まった。さあ、ラストダッシュ対決。ゴール地点のタケ行け。タケ、さあ、ここから駆け引きが始まります。タケダッシュだ。さあ、残り100、残り100どうなるか。さあ、拍手ください。頑張れ。でもタケいいぞ、タケいいぞ、タケいいぞ、タケいい。頑張れ。タケ行け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 。タケ先頭じゃん。いいぞ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 。残りました。タケ残った。さあ、そして、2周目、こちらもね、 200m ジョグして、残り200となります。さあ、タケ一番後ろになってしまった。ここから前に行かないときつい。タケ前詰めろ。タケ前行け、前行け。さあ、ここの位置だときつい。前に詰めていかないときつい。さあ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 、こっからこっからこっから。さあ、上がるぞ上がるぞ。タケお前、内側行け、内側行け、内側行け。よし、行け、タケ行け。今2番手、2番手。タケ行け、行けるぞ行けるぞ。タケ行け、粘れ頑張れ頑張れ頑張れ。あー、ちょっとタケが後ろになってしまった。Yeah.
してレースは続く。さあ優勝候補伊藤選手、そして、立命館大学、そしてチームニトロ2名残っております。さあ激アツの戦いが始まっている。さあ、伊藤選手はですね、昨日 800m 走られてね、強風 10m の中、おーっと、そして喋っているうちに上村選手がここで上げてきましたね。これはルール的に大丈夫なのか、ちょっとルール的にはわからないが、勝てばいいということなのか。さあ上村選手が仕掛けましたが、後ろどん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 詰まってきている。さあ上村選手ちょっと先頭で落ちてしまっている。上村選手体がきそうだ。伊藤選手上がってきました。そして山下選手抜けた。なんと、上村選手スパートをかけたが、厳しい戦いか。どっちだどっちだどっちだ。上村選手ここで脱落。さあそしてなんとラスト1周です。さあラスト1周3人に絞られたが、立命館大学の方が落ちてしまっている。そしてなんと一騎打ちか。伊藤選手 vs 山下選手の一騎打ちになりました。さあこの一騎打ちはどちらかとでしょうか。はい、ということでね、はい、エリミネーションマイルお疲れ様でした。ちょっとあの時間が取れなくてね、うん、あの後日撮る形にはなってしまったんですけれども、はい、どうでしたか初めてのあの大舞台、ね、大舞台でしたね、うん、あの最初さ、あのお子さんとね子供と一緒に手つないでさ、はい、入場するじゃん、入場一人ずつね、観客席見たらさ、うん、めっちゃ人いたよね、うん、すごい数いるよ、うん、それいるでしょ、言ったじゃん、すごい全員にたくさんいると思ってないから、うん、めちゃくちゃもうこんなにたくさん来てくれてるんだっていうまあそうだね、普段あんまそういうレース初めてだもんね。いや初めてですよ、もう緊張しましたよ。一人で出てく時のさ、なんか入場のなんかポーズとかも何も用意してはなかったんだ。そうだよ、うん、これですよ。あ、これやったんだね。いや嬉しいですけども、はい、そう、スラップスの YouTube チャンネルとかで、うん、あの動画見たんですけど、うん、あの一瞬俺だけ一人だけ全力出してて、うん、なんか恥ずかしくなりましたね。いや俺も見ててずっと笑いそうだった俺でも一周ゴールして2周目もダウンした終わりもみたいな、一人でキッズって言いながらもうね、なんでキッズって言いながらなんだ、歩こうと思ったもん、ここに歩いたらねボロ負けですけど、盛り上がるかなと思って。いやでもタケがやっぱいたからこう盛り上がったんじゃないですか。やっぱそうですね、まあ、タムジョーよりもかなり盛り上げられたと思います。いやーそれはちょっとないかもしれんけどねはいはい、はい、うん、いやでもそういうなんか大きな大会にもね、はい、タケ出場できるのって、はい、ね、1年経ってかなり昇格したんじゃないですか。そうですね、だって1年前だったらありえないでしょ。ありえないですよ、絶対にないじゃん、絶対ない。 100% ないじゃん。 100% って言わないです100% ってない100% なかったんですけれどもねいやこれたくさんの方に応援してもらえるようになって本当に嬉しい限りでございます。そうですね、そしてねやっぱり当日あのたくさんの方が声かけてくださって、いや嬉しいですね、うん、そうやってあのヨシキとの、うん、いやビヨンド頑張ってねとか、あそうだね、そうそうそう、もう言っといた方がいいんじゃない、じゃあこれであの年末、はい、また改めて改めてね、うん、実はあの年末のビヨンドフルマラソン、うん、12月29日にあるんですけれども、うん、ここでヨシキっていうあの、うん、俺も自分よく分かんない人がいて対決するんですよ。おー分かんないやつ対決ね、マラソン練習頑張っていきますので応援のほどよろしくお願いいたします。ここからマラソン練習やっていきますので、はい、ガチでそれは2時間40分目指してね、はい、やっていくんでぜひ応援の方よろしくお願いします。しますじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、はい、ということで本日はエリミネーションマイルでした。皆さん見てくれてありがとうありがとう。次回もよろしく。バイ。
皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。